皆さん、こんにちは。日本保守党特別党員のろきです。現在、重要政策項目について理解を進めております。今回は、第7章、エネルギーと産業政策。日本の優れた省エネ,省エネ技術を守り活用する。過度な再エネ依存は国益に反すると。 ありますがその中でも項目番号25番再エネ付加金の廃止という政策について考えてみたいと思いますそうですね再エネ、えー、再生エネルギーの、えー、設備を、えー、家に、えー、取り付けるとそこで、えー、お金が出るという仕組みがあります政府がありがとうと言って お金を配るという仕組みがあります。これはかなり前に始まったものです。その頃は、例えば太陽光パネルをつけるであるとか、そういったことをした場合でも、初期コストが非常に高く、元を取れるまでにかなり時間を要しました。なので、検討してもちょっとやめておこうかな、というふうに考える方も多かったんです。しかし、現在となっては、もう 太陽光パネル自体の金額も安くなり、また太陽光パネルを取り付けることはお得なのだという認識も広く知れ渡っております。それでも再生、再生エネルギーの賦課金を配るのかと。これはある意味無駄金を配っているのと言ってもいいのではないでしょうか。なので、それを廃止する。 この政策に私は賛成でございます。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。